それではただいまより本日のメインイベント第4代ライズスーパーライト級王座決定戦3分5ラウンド無制限延長ラウンドを行います。青コーナー170センチ 64.65キログラム、山口道場所属、山口優馬。赤コーナー170センチ 64.75キログラム、青道会館カシエル所属、山田が禁止です。バッティングローブの投げ倒れた後に攻撃反則に注意して先生はどうぞ試合してもらっはい、この
構成。ただいまの試合は第2ラウンド1分25秒第2ラウンド1分25秒山田康生選手のテクニカルノックアウト勝利となります。制度会館カシエル、山田康生です。こんな勝ち方予想してなかったんで、ちょっと何言うたらいいかちょっとあんま考えてなかったんですけど、まあでもここ2戦、いい動きができなくて、KO 勝ちも遠のいてたんで、今回まあ挽回できたかなと、自分の中で一つクリアしたかったことができたんで、そこは良かったと思います。オース。でそれと、まあ、地元愛媛で、遠いところからもうたくさんの今回も60名ぐらいの方が、応援来てくれてます。本当に感謝してます。ありがとうございます。で、まあ、ベルト取ってからのことはちょっと正直ベルトのことしか今っていうかこのやる、戦う前は考えてなかったんで、まあ、考えてないですけど、まあ、ベルトの価値を高めていきたいと思ってます。それと自分5月に、結婚して、で今自分の妻のお腹の中にも子供がいます。ちょっと上げてなんかしようかなと思ってたんですけど、そういうのはあんま僕好きじゃないんでまた2018年のライズのラウンドガールのなゆさんと結婚させてもらいました。おーす、すいません。おーす、おーす。地元一緒なんで。おーす。まあちょっと今自分で何言ってるか分からなくなってきたんで、とりあえずまあこのベルトを任せてもらったことは意味があることやと思ってるんで、しっかりライズのこのベルトに、恥をかかせないように、いい働きしていきたいなと思ってます。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございました。今一度盛大な拍手を送りください。